はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションクロスレイズではシードアストレイですね、 X アストレイの方か、ステージ3ラストステージ X アストレイやっていきたいと思います。ここも取得可能ユニット、これあれなんだよね、あの回収できるユニットもいるから、あのゲットゲージだけじゃなくてもう本当にここで手に入るよっていうユニットも示してるから、まあ、最終ステージはね、今までの傾向的に結構戦艦積んでるモビルスーツが多いんで、これちょっと金稼ぎができればまたいいかなと思います。アビリティ持ちは5人いるのか、統率力2がある、これ欲しいな。宇宙要塞アルテミスからの追撃を振り切ったカナードは、撃破したハイペリオン2号機を予備パーツとして利用し、自身のハイペリオンの修復を急がせました。その目的は完全体キラヤマトの排除と敗北を喫した宿敵プレアとの決着をつけるためです。しかし雪辱を果たすべく再戦を望むカナードに対して、プレアはその申し出を固くなに拒み続けます。カナードから満ちる世界への憎しみ、溢れ出す運命への怒りをその身に感じながら、戦え、敵を殺せばお前の苦しみは終わる。僕は戦うために生まれたんじゃない。僕は人を殺さない。戦え、敵を殺せばお前の苦しみは終わる。戦え、戦え。随分な夢だったみたいじゃないか。体はどうだ。僕のことを心配してくれるのですか。ああ、もちろんさ。お前にここで死なれてしまっては、俺はお前に負けたままになってしまうからな。僕は戦いません。まあいい、好きにしろ。だが俺をこのまま残して死ぬようなことは絶対に許さないからな。カナードさん、己の宿命を果たすため孤高の勝者を目指すカナード、そして己の宿命に抗い人の思いを信じるプレア、命をもてあそぶ人の業に導かれた二人の運命は、互いの存在を証明するかのように最後の局面へと向かっていったのです。
ストレイ。パワーを手に入れたスーパーハイペリオンは無敵だ。
通にミッションありか。モーガン撃破、同ターンで敵軍ユニット2体以上。同ターンだからね、別に自軍ターンと敵フェーズでやればそれはそれでいいし。初戦は頑張れるダガーか。何が変わった、スーパーハイペリオンガンダムって。ザコが俺の狩るハイペリオンを舐めるな。何、完全な兵器などないさ。何、3400しか当たらない、硬い。こっちは2900しか当たんないけどさ、8000しかないの、ヒットポイント。ダガーとかとはいえ2発で倒せる感じじゃないから、260の245、あでも防御力155しかないからな。あラミネット装甲、じゃラミネット装甲ビームか、軽減だもんな。ってことは全部ビームか。アミューレで、これもう読めないね。アミューレリュミエールランサー、これでちょっと、だからよ、ちょっともう一回反撃だな。ここは動かん、剣、巨剣の牙を受けてみな。ここで時間を割くつもりはない、速攻で叩く。で全部反撃して、次のターンでチャンスステップ使って倒す。で一応おっさんは最後に残しておくか。ゲットゲージ、なんかイベント戦そこそこたまる気がすんな。なんかじゃあ最後はリュミエルランサーを使ってみますか。貴様などが俺のハイペリオンにかなうものか。いい狙いだ。でもクソもあったのじゃ。めちゃくちゃ溜まるんだけど。
このまま戦闘か。何体出れる？8体出れる。いきなりだな。サンブロックって宇宙性能良くないんだよな、そういえばだけど。まあいっか。では行きますか。プレアとカナードが3回交戦、敵軍ユニットを球体撃破できるか。まあまあこっちか。まあ積極的に別にじゃあまずはやらなくていいか。これ別に何も持ってないよね。どうしようかな。3ターンには確実に攻撃っていうかしちゃうから、少しやっぱ攻めてはいかないといけないか。9体か。戦闘はエネミーフェイズだけにしよう。プレア、俺は戦い勝利することだけでその存在が許される。あなたには戦いも勝利も必要ありません。あなたは人々の理想、高い希望を持つもの、スーパーコーディネーターでしょ。違う、その失敗作だ。回避した。とりあえずこれでノルマは達成したから、とはいえ敵のターンで3回目の交戦をしたくないんだよな。増援が一気に現れちゃうから多分。だからここはまた防御をして、こんな力を戦う以外に何に活かせる。お前ごときに言われる筋合いはない。生まれながらに特殊な力を持っているお前にな。僕こそ、僕はクローンなんです。ドラグーンを、これが使えるのは僕のオリジナルの人物の力です。その力を欲した軍が作ったクローン。だけど僕は兵器として生きるのは嫌だ。じゃあちょっと3回目の攻撃はもうこっちでいっちゃおう。ドラグンシステム使おう。面白い。ならば俺たちは同じものだ。戦うために生まれた存在、お前のその力と俺のスーパーコーディネーターとしての資質、全てをかけて戦おう。俺たちは戦うことしかできないんだ。違います、それは絶対に違う。で終わりにしよう。エックスアストレイ。機関機関機関。フォルファントリー最大出力。発射。僕もあなたも戦うために生まれたのではありません。誰もが何かを決められて生まれたりはしない。あなたの能力をどう使うかはあなたが決めることです。生まれ持った宿命を消し去ることなどできない。お前なら理解できると思ったが、所詮は平和にならされたただのガキか。戦う宿命に苦しめられたのはあなただけじゃない。でもあなたが否定する平和な暮らしが、みんなの思いが今の僕を支えてくれているんです。人
人の思いだと？そんなもの！あなたは気づいていない。あなたも人々の思いの中で生きていることを。だから僕もあなたのために思う。なんだこのフォーメーションは。これが僕の思い、あなたを包む。こんなもの。僕はあなたの殻を無理に開けようとは思いません。ただあなたの全てを包み込む。温かく、そして強い、これが思いの力。俺はこんなものは受け入れんぞ。このハイペリオンで吹き飛ばしてやる。フォルファントリー最大出力。ダメだ、それ以上は。何の機体だこれ。テスタメントガンダム、全然わからん。でここでじゃ手に入れられるとすればこいつずっとこれだな。レッドフレームで、あ、ローエングリランチャーがある。これ超欲しい。一回これに乗り換えたいな。でこっち側か。で別にもうドレッドノートいるわけじゃないし、このまま待ちだな。なるべく敵をこっち側に出したくないな。先に赤部隊を片付けたいからな。これ乗ってる？あ、乗ってんね。少なくとも戦艦は封鎖しておこう。よし、じゃあちょっと町の陣で行きます。マジめちゃくちゃ混戦してんだけど、殺せるやつから殺していこう。ローエングリーンランチャー行け。サーペントテールの邪魔をさせるわけにはいかない。ブルーフレームは貴様などに止められん。絶好の狙撃ポイントだ。
さすがに強い。そして全然たまらない。とりあえずこの3体倒して経験値を稼ごう。まずこいつ、てかもうどれが取れたかわからん。マジ攻撃力めちゃくちゃ高い。やっぱ傭兵のプラス500が多分すげえ効いてると思う。であんまりエネルギー使いたくないからローエングリーンランチャーはもうここぞという時だけだな。タクティカルアームズに死角は存在しない。当てる。このテスタメントガンダムよくわかんないし。うんうん、やっぱりあいつは結構上がんな。でなるべく反撃でも倒したいからな。まあ、これまたゲットゲージ貯めていきましょう。戦艦落とせばいくかな。ローエングリーンランチャースタンバイ。俺の勝ちだ。損傷箇所を調べろ。何ということだ。総員直ちに脱出せよ。まあ、プラスして白旗もいけるんで行かない。こいつは倒そういけんな。じゃあパーチだいぶヒットポイント減っちゃってるかな。ちょっとデュナメスで一発狙撃してからにしよう。あ、1万危ねえ危ねえ危ねえ。ギリギリギリ。じゃあこれで大丈夫でしょ。2000だからまあ普通に。よし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 、これでゲットローエングリーンランチャーバージョン。ちょっとこっちに切り替えよう。1万か。統率をねちょっと外に持たせたいんだよな。これ普通に狙ってで、ピンポイントは届かないか。どうだ6800。でかいよ。リーダーにしよう。リーダーの素質あり、統率力で、あとはまあ回収してまた倒していくか。じゃあこれで終わり。こいつが持ってるのは操舵技術なんで、まあ特にはいらないかな。戦艦2体になったら、そっか、もう一つの戦艦用の人たちも雇わなきゃいけないのか。また金がかかるな。18,000円。期間報告。激闘の末、自らの攻撃によって傷つき、核エンジンを暴走させたスーパーハイペリオン。その機影は古くに廃棄されたコロニー内へと落下。自暴自棄となったカナードをプレアは X アストレイにて救出したのです。すぐに私も爆発の光に包まれる彼らの後を追いましたが、よかった。プレア、おい、しっかりしろ。時間が来たようです。こうなるのは分かっていました。僕に施されたクローニングは不完全なんです。あなたは無事で
よかった。なぜ俺を助けた。敗北し成功体になれないのなら俺に生きる価値などない。僕は一人じゃない、そしてあなたも一人じゃない。人と人は思いの力でつながっているんです。こんな俺でもか。もちろん最後にあなたが見てくれてよかった。フレア！フレア、なぜだ、なぜプレアは死んだ。誰かのコピーだからか。クローンは死んでいい人間なのか、生きる価値がないというのか。この俺はどうだ。失敗作である俺は生き残っている。他人を殺してでも生き残る、それが俺の望んだ勝利だったはずだが、これが本当に俺が望んだ勝利なのか。俺はこれからどう生きてゆけばいい。こうして二人の戦いに決着がつきました。自らの運命に立ち向かい、その命を輝かせた少年、彼の魂が描く最後の一筋を私は見届けることになったのです。しかしこれで私の任務は終わりではありません。私にはサーペントテールとして最後になすべきことがありました。フォー中域でハイペリオンと交戦、ハイペリオンのバリアに対してドラグーンで包囲し、ハイペリオンは自滅、爆発しました。ハイペリオンのパイロットカナード・パルスは負傷するも生存、ドレッドノートのパイロットプレアレベリーは、プレアは死亡、ニュートロンジャマーキャンセラーは地上に。了解した、ミッションコンプリートだ。彼の戦いを、彼の死の瞬間までを伝えること、それが私に課せられた本任務最後の使命、カザハナアジャーによるデブリーフィングだったのです。数ヶ月後、プレアの思いを受け継いだカナードは無事ニュートロンジャマーキャンセラーを地上へ届けたそうです。その道中にはカナードが追い続けた彼の姿もあったそうですが、キラ、ヤマト、カナードさん、あなたはあなただ。もしキラという人を殺したとしても、あなたが別の誰かになれるわけではない。そう、俺は俺だ、プレア。お前の言う通り、俺は俺の道を探そう。
黒白エングリンランチャーゲット、リフォームもゲット。リフォームってあとは出力増加パーツ、攻撃力じゃなくて機動力90か。でまた解体のお時間です。1体倒しちゃったんだよな。まあ、もう全解体でいこう。9万で71万まで到達したけど、ローエングリンランチャーはちょっとやっぱり作りたくて、で階の敷地が200までいったから、これでよし、エリア5だな。だいぶ広がった。隊長交代アスラン降格で、もともとガイって射撃格闘、まあまあどっちも全部できるって感じだな。めちゃくちゃ優秀だな。覚醒値もそれなりにあるし、強くねえか普通に。でこっち、うーん、どうする。解体はまだちょっとな、もったいない気がするからな。解体すればまたお金の節約にはなるけど。どこにいる？ローエングリンランチャー2万6000円か。だって射程こいつも7あるからね。ちょっとエネルギー使うけど、こっちだな。でもう忘れないうちに装備しとかないと。ジャックパーツ、これリュミナスももう入れてないのか。ちょっと待って、でもまあつけてないやつをつけよう。 OK。 であとはちょっとリフォームの戦艦能力だけ見てみますか。42万円宇宙 B 空中 B 両方使えてチーム2か。ヒットポイントは2万、アークエンジェルは2万8000か。全然違えな。200、230、250、水中じゃなくて水上もいけるし、水中もいける。ローエングリーン8あるしね。よし、これはだから売ればいいんだよ。どっから売った？ユニット管理じゃなくてキャラクター、あれユニットじゃねえのか。どっから売れたっけ、ちょっと待って。各種リスト、ウォーシップ、キャリーベース、解体。ちょっと待って待って待って、これってもしかしてオプションパーツも解体されちゃう？外しとこう。解体して78万5000円。え、足りる？いや、足んなかったら、なんか1個、モビルスーツ解体しよう。使ってねえのあるし。さあ、これで、ちょっとここに、あ、変える。もう、金がマジでなくなる。まあ、アークエンジェルかドミニオンかって言ったら、まあ別に同型感だけどアークエンジェルしよう。 OK！ 428円になった。ちょっとね、艦長とかいないんだけど、だからあとは人を雇う、それが必要だ。でジャンクパーツつけて、あと2つ。だって移動力申し分ないし、あ6か。でも移動力上げんのとハンガーパーツみたいなのは必要ないからね。よし、じゃあちょっととりあえず買ったは買ったけど、まだ人がいないんで、スカウトできるお金を貯めて行きたいと思います。まあ、とりあえず当面の一つの目的は達成。アークエンジェルを買ったんで、お金が428円になっちゃいましたけれども、まあ、これでスーパーソニックトランスポーター、マジ移動力あるしな。まあ8、あれをつけてるけどね、ブースター。そうだね、変えるかどうか、まあ、とりあえずまだ、まあ、スーパーソニックトランスポーターで行こうと思います。というところで、まあ、Xアストレイのところまで終わったので、あとそうだね、 G ユニットとかもなんか終わらしちゃってもいい気がするけど、先に WO の前半戦を終わらせよう。アレハンドロコーナーが出てるってことは、ここで多分前半戦が終わって7ステージ目からは後半戦がスタートすると思うので、
まあ、ちょっと次はここら辺ダブルを進めていこうと思います。というところで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。